原田種直は平安時代末期から鎌倉時代初期の武将。父は太宰大元、原田種を妻は平野茂の幼女。原田氏は天行の乱鎮圧に活躍した大倉春美の子孫、大倉氏の着流。代々太宰府の現地人妖館最高位の太宰大元、召喚を世襲する。最初期よりの武士団の一つ、方言の乱以降、 多ザ第二に続けて任官した平氏と指摘、主従関係を結ぶ。平野清盛の長男、重盛の養女を妻とし、多ザイ府における、兵士政権、日ソ貿易の代行者となる。兵士の軍事力の中核の一つでもあり、自称3年11月の兵士による政変では、老党を引きい御所の警護を行う。自称五年二月、九州における反兵士の鎮税判断で、 日後の菊池高之らと合戦する。また、樹永2年8月の平氏宮高の際には指定を安徳天皇の仮皇居にしたと伝えられる。文治元年2月、源則頼軍との足屋裏の戦いにより、弟、厚志主が討ち死にした。同年2月の八島の戦い、3月の壇の浦の戦いに敗北し、平家木官僚として領地を没収された。 関東に遊兵されるも、研究元年に赦免され、御家人として、筑前国糸省の児頭に任じられる。福岡県糸島市二条派柳には、種寺家が平の重森の母提を弔うために創建したと伝えられる龍谷寺がある。鎌倉市県庁寺の裏山にも、原田地蔵と伝わる古地があり、かつては地獄谷と呼ばれていた、この地にて処刑される、平家の人々を、 タネジカとその一族が弔ったものと考えられる。この地蔵堂はやがて、新平寺となり、北条時よりの第二はその地に、県庁寺が創建された。原田種直の破壊一族及びその子孫は、畜前、畜後、碑前を中心に繁栄。鎮税大倉阿村六家と言われる家々を中心に、有力な国人に成長するも、豊臣秀吉の九州征伐により没落。 秋月氏を除きた家の陪身となる。筑前国以外には、三河国の徳川家家臣団にも、原田家があり、アスケなどには、種直にちなむ線、体地蔵の話が伝わる。江戸時代になると、旗本として、数家に分かれた。さらに、そこから、坂木原志画狼や紀州徳川家茂信となった、原田家もある。ありがとうございます。